サムライ8連載開始当時のジャンプ読者の反応集。素直によう面白い。壺を抑えた作りになってるとは思うが、なんか無難な出来だな。即打ち切りにはならなそうだね。どぎも抜く一話って感じではないけども、これは打ち切りだわ。何やってるのかよくわからん。ボロクソ叩かれているけど、この漫画面白くはなりそうに思えるんだけどな。まあ一番の肝心要は6人のうちの1人、おそらく準主人公になるであろうサスケポジのキャラがどうなるかなんだよな。ワンピで言うとゾロココ失敗するとめっちゃ痛い。ナルトが偉大すぎたんだよな。累計発行部数が2億5000万部とか、令和が終わる頃には絶対2、3億は突破してるだろうしね。そのナルト以上に面白くすると公言してたし、期待も大きい。ある程度の批判も仕方ない。さすがナルトの人だわ。めっちゃ面白かった。忍者の次は侍か。1話の流れがほぼナルトと一緒の件。忍者ってだけでナルト並みにヒットするってマジなのですか。ナルトは第1話から売れる予感がしたけど、これは保留だな。てかこれってナルトとは全く関係ない世界観なのか、すっかりスピンオフだと思い込んでたわ。またなんちゃって和風ファンタジーだし、主人公はまさかのメガネっ子。貸し体の印みたいなのはなんだろう。めちゃ面白かった。主人公の弱々しさに共感できたわ。ボルトで科学忍具とかやってるから、ちょっと被って見える絵柄も相まって。長年連載やった人がしっかり一から原作やって分かると、こんなに面白くなるんだ。2話が楽しみだ。第1話が72ページの時点で破格の扱いだから、当分打ち切られないんだろうな。絵自体は悪くないんだが、画面がごちゃごちゃしていて読みづらいな。コマに詰め込んだ情報量が多すぎる。面白いかと言われれば面白い方だけど、絶賛のすればっかり見てたからハードル上がってしまったのかな。絵はもうちょっと情報量少ないといいね。ごちゃごちゃしてる。まだ1話目だから世界観がよくわかんないね。ラストが最大の謎だな。主人公が行くのは父親の元なのに、なんでダルマは旅立つ前提で話してるんだ。主人公がしたいのは動けるようになったら親孝行したい、なのに。腰を救うためのパンドラの箱を開けるための鍵が7つ必要と。侍は何かしらの脅威を止め続けるために存在している。その戦いを有利に運ぶために、不動明王が作ったパンドラの箱とやらが必要。それを開けるために7つの鍵が必要で、それを探す旅。後に伏線の回収になったりするかもしれないから大きなことは言えないけど、侍鍵でもあるという設定が現時点だとややこしいことになってるのかもな。極論80とダルマも鍵とカウントされかねないわけだし。7つの玉を集めると願いが叶う。立方体の頂点に鍵穴があるから必要な鍵は8つ、ダルマ1、主人公1、残り6つということではないんか。冒頭の会話だと箱の鍵は7つ、そんで今回頭を倒して1つゲットして残り6つ。ナルトやワンピやドラゴンボールみたいな大河漫画を描きたいなら、ここからどうやって世界観を広げてみせるかが大事なわけ。そのあたりと旅立つ理由を2話でかけたら大なりしそう。正直80が自決するシーンは泣きそうになった。でもそれ以外はよくわからなかった。侍が警護する姫がヒロインなのだろうか。ヒロインは姫か姫でないか。タイトルは7人の侍と里見八犬伝を合わせたもので、7人の侍に1にしてどうたらとか。里見八犬伝はお姫様で8剣士を生むって話だけど、さすがに少年誌でそれはやらんか。最初のカラーで出てきたダルマの詩は女か。立方体と玉体に群がる7つの鍵がそれを暗に示しているみたいだったよな。しっかり読めば面白そうというのは伝わってくるんだが、読みにくい、目が滑るって感想の方が強くて、読んでいくのが辛い感じ。1話に詰め込みすぎなんじゃね。漫画より動画向きな気がする。情報多すぎて面倒だったが頑張って読んだ。無名の新人だったら最後まで読まなかったな。今後はシンプルになってくれんのかね。いや面白い。作画の人は足だったのか知らんが、実力あるな。戦闘シーンはいいと思うけどキャラがダサいわら。岸本タッチだけど、やっぱアニメ前提すぎて漫画では読みにくいなぁ。というか岸本先生仏教とか勉強しまくったのか知らんが、話が小難しい。忍者と違って侍はイメージが狭いから難易度高いだろこれ。ナロー系とかバカにされてるけど、アニメ化されてるから面白いんだろうなぁと思って、1話を見るとこんな感じだよな。ナロー系は脳死してても理解できる分かりやすさだけはある。この手の冒険者の第1話は主人公が旅に出る理由なんだが、まずそれが欠けてない。関東のカラーは敵を倒したシーンから始まって、そこから回想シーンでも良いんじゃないだろうか。長々とした説明セリフもいらない。 SF の最序盤で専門用語まみれなのはしゃあない。巨弱メガネが一気に最強の体手に入れてしまったがっかり感。メガネ外すとモブカオすぎる冒険者なんだろうが、今から旅をする世界へのワクワクが足りない。巨弱体質の主人公と煽っていたが、1話で解決してないか。ガト、いろいろなデザインは良い、話は悪いよりも普通。あんまワクワクしないし燃えなかった。これボルトと作画弱の方が良くない。犬侍で招き猫でダルマというキャラ付け多めの元人間。絵うまいけどごちゃごちゃしているね。どうやって主人公、敵を倒したんだ。表紙にデカデカと岸本最新作なんて出されて作画がスルーされるの悲しすぎんか。新人とはいえせめて作画くらい立ててやれよと思うわ。俺だったら一生覚えてる事案だわ。ナルトより侍の絵のが好きだな。絵が見にくいのを我慢すればボルトより岸本っぽさはあるな。バトルがマジで何やってるかわからねえ。ナルトの作者だから最後まで読み切ったけど、他の作家なら数ページで読むのをやめてる。けど、1話を読み切ってもういいよとなったし、2話目もクソなら切る。1話だし話はかもなく不可もなくって感じだが、絵が岸本の絵に寄せすぎて劣化岸本になってるわ。
話は説明多いけど普通一応には目に来たい。大切なものほど目には見えない。何回このセリフ言うんだよ。あらこれからも星の王子様の名言出てくるのか。ナルトの続編のボールトに俺のコピーになるな、お前の絵柄でやれと言いながら新作は岸本のコピーのような絵柄。本誌でナルト風につもいらんは完全新作ってナルトみたいなもんじゃねえか。すぐ傷が回復する侍同士が戦って話が成立するのか。なんか全体的に白すぎて絵が入ってこない。読みにくすぎ。手が見づらい。もっと背景薄くできんのか。何を表現したいのかわからん。もともと背景足だったのかな。なんか見にくいと思ったらそれだわ、背景と同化してる。なんだろう、作者サイドだけ前のめりで読者は置いてけぼりな感じ。絵は上手いのに色々惜しい。新人の初連載みたい。バクマンの服部鉄文章で長々と説明するのは良くないね。読者は小説ではなく漫画を読みたいんだから。ヒット作の引き伸ばしが正しいことを証明してくれるようだ。やっぱ2作ヒットとか難しいね。見づらい以外に欠点ないのになんでそんな叩くの。すごい欠点だが、ダルマ猫の正体が目に傷があるイケメンとか女に受けそうな気がしないでもない。これだったら2話に分けて一挙には掲載した方が良かったのでは。まあ確かに新連載とはいえ 72p は書きすぎだわな。通例は 50p 前後だけど、さらに 20p 近く増ページはさすがに多い。これ一旦読み切りで出して読者の反応を見た方が良かったのでは。なんか評判悪いな。別に他の新連載と同じ扱いで良かったよな。設定説明がくどいのは読者がついてくるという自信だろうか。すでにラストまで考えてるらしいけど、その手の作品は外れが多いからな。師匠入れて8人を割って絵を渡り歩いて探して箱を開けるのを丁寧にやりますとか言っていたような。最後にだるま師匠が6人と発言していたから最低でも6の割って絵を渡り歩くのかな。あとは科学と宗教の対立とか現代の人が抱える悩みや苦しみや問題をナルトより詳しく書くとか。設定もビジュアルもなんとなくどこかで見た感じというか、マイナー月刊誌あたりでありそう。ナルトで失敗したところやれなかったところをこの漫画でやるんやろ。岸本の名前があるからってわざと1話は無茶な設定で満載にして、これから消化していく予定なら良いけど、素でこれならそのうち SQ やらに島流しだろ。設定だらけのややこしい話してくれてもいいんだけど、導入の1話はもっと話に入りやすくして欲しかったな。ローにあるいきなり長々と説明始める低ランカー並みの読みづらさ。少なくともナルトの第2部よりは面白かったと思う。ただ地味なのは否めないから、これから面白い話が展開する予感はあんまりしなかった。読みづらすぎる話は面白いけど、小学生に受けるのって直感的に面白い漫画だからな。主人公を不幸な老いたちにするというのは感情移入させる上でよくあるが、主人公確かに病弱で家から離れられんのは不幸だが、あんな子思いな親父が存命だから感情移入させるには弱いと思うわ。腕捨てて相手切り倒すシーンはそんなに見せ場にしたかったのか。昔の岸本が同じことやった多重影分身の術ほどのインパクトはなかったけど、侍は切っても再生するし緊張感もないと思う。ヒロアカ並みに何がどうなってんのか分かりづらいわら。キャラに魅力がないから売れないだろうな。主人公の面はブサイクすぎず、イケメンすぎずがちょうど良いが、ブサイクとまでは言わんが地味すぎる。ナルトもサスケ人気のおかげが強いし、人気キャラ出せるかどうかだよな。今んとここの主人公は人気集められなそうだし。なんであんなモブみたいなデザインにしちゃったのかね。脇役で両キャラ出さないと厳しそう。読んでて疲れる。パワー型の主人公じゃないんだから快活さを求めるのは違うんじゃない。主役が兜で倒した敵がナルトだったな。親が大の木で猫の姿になった一匹狼とかいうやつがゾロか。今回は以上になります。ナルトの作者岸本先生の新作ということで多くの期待を背負っていたことがわかりますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。